はい。次に紹介する漫画は、まあ、キンマンです。まあ、この漫画は1、一回あのー、36巻で終了したんですけど、その後、あの、キンマン2世が、二世とかやっていくうちに、まあ、なんか36巻の続きがどんどんだ、もうなんか10年以降、間を空けて、発行されていって、あのー、どんどん出ていって、どんどん来ても70巻ぐらいまであったんじゃないですかね。 まあ、結構、まあ、あの、元々いた超人が再び活躍したり、まあ、さ、さらに新しいキャラクターが出てきたりとか、で、このキンマンってあの、あの、新しいキャラクターを、なんかファンの人たちがなんかデザインしたやつを、作者のゆでたまごが、あの、いろいろあの、混ぜたり、そのまま使ったりとかして、新しいキャラクターがどんどん出てきて、まあ、魅力的なんですけど、まあ、この、 僕,と僕個人の魅力としては、あの、キンマンの魅力。まあ、もともと強かったキャラ、キャラクターが、あのー、再びかあの、活躍したり、まあ、残念ながら負けちゃったり、ここに出てる今、今僕がこれ、開いてるこのウルフマンっていうキャラクターなんですけど、このウルフマンのウルフは、あのー、 この漫画が連載されてた、あの、最初に連載された頃の1984年ぐらいの、84年ぐらいに連載されてた時、その時に、あの、あの千代の富士っていう大相撲のあ、大相撲の横、大相撲の昭和の名横綱がいまして、その千代の富士のあながウルフだったんです。で、ウルフマンっていう名前だと、まあ、今で言えば、白鳳マンとか、鶴竜、あ、もう鶴竜は引退しちゃいましたけど、まあ、 まあ、横綱にはなってないですけど、あの、まあ、まあ、将来の横綱候補の一人の、まあ、市野城マンとか、まあ、そんな感じの名前なんですね。でも、この、ウルフマンっていう名前つけられてたんですけど、まあ、やられる、やられる、やられまくりっていうか、あの、まあ、スプリングマンにやられたりとか、まあ、結構、あの、かませ、まあ、なんていうか、筋肉マンと、なんか、超人オリンピックで戦った時は、すごい、すごい強かったのに、最後の方はなんか、あの、 ザ・カマセイヌっていう感じなんですね。その、カマセイヌたちが、あの、この筋肉、あの、どんどん、一斉に出てくるんですよ。こん、こんな風に。俺たちを倒してからにしてもらおうかって、これ出てきて、まあ、出てきたんですけど、ちょっとあの、笑っちゃいけないんですけど、これも、ま、あ、笑ってしまうっていうか、ここに出てるように、まあ、まあ、ビンギマンはそこそこ戦えたからって言いますけど、まあ、 典型的なカマセイヌなんかカマセイネチーブみたいな感じなんですけど、この、この、このなんかあの、体の大きいカナディアンマンっていうのも、まあ、キンマン2世の2巻で子供たちが出て、出てきた時に、おお、お前たちはあのカナディアンマンとスペシャルマンの息子か、とか言って歓迎されてるんですけど、その、覚えてる、思い出されてるシーンが、なんかあの、ボコボコにやられてるシーンしか思い出されてないっていうのも。で、この、あの、元カマセイヌたちが、あの、 ま、正義超人のためになんか戦おうという,いう感じになるんですけど、まあ、これ、僕が覚えてるのはこのカレークックですね。これカレークック。あのー、さっき惨殺すると言ったが、私もかつては世界屈指の残虐超人と呼ばれたカレークックって言ってますけど、あのー、これ最初に出てきた時は、あのー、キャメルクラッチのラーメンマンと、あのー、毒ガスを出すブロッケ、あブロッケンマン、 とともに、あの、三大残虐超人で出てきたんですけど、もうこいつのしたことっていうのは、単純になんか傷口になんかカレーをすりこましてなんか痛がらせるっていう、なんともせこい技しかなかったのがちょっと、ちょ、ちょっとなんか言わも覚えてるんですけど、でも頭にカレーを乗せてるところもなんか、なんかあんまりそうそうじゃないな、ね。まあ、そんな感じで、あの、このカマセイヌたちが、再び活躍して戦うんですね。まあ、このティーパックマンも、も ティーパックマンはなんか、ウォーズマンに首を折られて中のコーヒー飲まれてやられちゃうっていうシーンもまあ、なかなかあ、な、なかなか秀逸ではありましたけど。まあ、でもここでは活躍するんです。まあ、最終的には負けちゃうんですけど、ちなみにこの5試合で勝つのは、あの、ウルグマンだけなんですよ。あ、でもウルグマン、あの、アニメでは、 あのー、リキシマンっていう名前に変わってました。さすがになんか千代の富士の名前出してあんなにボコボコ負け、ボロボロ負けてたらちょっとあの話になれないっていうのもあったんですけど。まあでも、いたあの元カマセイヌたち、あ、カマセイヌ、カマセイヌ,ヌだったのが、ふたぶたできあ出て活躍するっていうところもこの漫画の面白さで、このあのー、人気あのー、まあ、 超人をなんかあのー、没収するときに、年齢見たら結構年齢高い人多いんですよね。ちなみに僕45歳ですけど、確かあのー、超人デザインのあ、デザインのコンクールでは僕より年上の人も何人か出してましたからね。で、これ姉、あの、姉がこれを見たときに、ええー、いい年した大人がこんなもんに投票するのって言ってなんか腹で笑ってましたけど、まあ、 でも、あの、出したい気持ちはわかる、まあ、なんていう僕わからなくはないですね。結構面白いんで。別の感なんですけど、あの、レオパルドンっていう、あの、あのなんていうか、あの、筋肉マンあ、筋肉マン多い争奪戦の、なんかあの、合力チーム、合力チームの、確かあれ3番手だったかな、で、登場したレオパルドンっていうのがいたんですけど、なんか戦車な形した。あの、必殺技とかもなんかいろいろかっこいい技あったんですけど、 あのー、まあ、なんか、地勢チーム対合力チームの戦いだったんですけど、どうしてもなんか、あの、あなんか、かませるチーム対地勢チームっていう感じのなんか、もう、あの、なんて極限の芸的な、あの、やられっぷりは、なんか、未だに記憶に残って、残ってますね。あの、三、多分三人目だったと思うんですけどね、あの、 レオパルドが出てきて、おーかっこいいこれはなんか一心報いるんじゃないかと。負けるにしても、あのー、まあ、そこそこいい試合するのかと思ったら、見事5個まで、<laughs> 登場5個までやられて、いや、やられて終わったんですけど、あんな5個までやられたのに、あのー、記憶にはっきり残ってますからね。で、あのー、負けたとはいえ、あのー、 この、キンマンの関数が出てきた時も、まあ、それなりに活躍してて、大き、あの、大好きだったんですけどね。まあ、ビッグボディが、あの、キンニマン、キンマンフェニックスとツアー組んで戦うのを、まあ、そまあ、まだ、こ、こから先はまだ読んでないんですけど、そ、まあ、なんか、すぐ、すごく楽しみにしてます。